やハロー、どうもこんばんは。アニメリアクション君こと町田時に浜です。はい、現在1月18日、午後6時になりました。さて、とある魔術のインデックス2ですね、今9、10話と見てきまして、さあここから11話ですね、 D アニメストアです。なおアニメ本編は再生されませんのでご注意ください。はい、いきます。3、2、1スタート。まあ小萌先生が一番おかしいわな。チーズフォンデュどうやって持ってきてんこれ。トウヤさんやな。そうか、このほっぺちゅうが、なるほどね、噛みつきできん原因だったんや。そうか、なんでかな思ったら、ああなるほど、ほっぺにチューしてしもたのが気になってたね。さあ、ほんでペテロの十字架やったか。だからこれを刺されるともう終わりなんやね。ローマ正教って極悪集団なんやな。そんなものを使って学園都市を支配しようと、間違い世界を支配しようとしてるわけよね。いやー、今ちょっと不器用性整理まあまあ好きですね。なんかんどう言ったんかな、超真面目っ子やし、その自分が一生懸命やってきたのにね、みんなを楽しませたかったのに、水分補給も睡眠もちゃんととってたっていうセリフからね、ええ子なんやな思って。スタブソード、オリアナにもなんかありそうよね。あ、優しいやん。ああ、リドビアやったか。ようやく出てきたね、リドビアが。あ、黒子来た。
闘牛や。あ、これはスカート飛んでった？こうだ。シェリーか。あれ、オルサとシェリーって仲間になったの？そうや、自動喫煙さすな。姫神、あ、なんか姫神が巻き込まれるみたいな次回予告で言ってたな。あ、姫神や。おお、フォーボールシャワーや。ボールじゃないな。ガシ。切符は？赤外線か。
ステイルの魔術を感じたってことか今の。小森先生。あれ、姫神もトーマにこれ？そうやな、どこか分からへんもんな。そうよね。なるほど。まあ使わないんじゃなくて使えないやもんね。うわ。
神崎あんの？神崎来る？ここに。あ、ハッタリか。ハッタリやったんかい。あ、ここで、ああ、あら。十字架が。ああ、これで巻き込まれるのか。ん？おお。巻き込まれたってこういうことか。どうなったんこれ。これ絶対死んだろ、姫神。どうなったんこれ。このまま我が場所と化す。ああ、そっか、だからルーンで人を避けとかできるもんな。ああ、やってたねこれ。
この人の中にある金賞目録？生きてるんやね。もう普通に考えたら、あんだけ全身の血抜けたら。もはやシリー・クロミオがどこで出てきたか思い出せへんな。シリーっていつできたっけ？一期の。ん？ちょっと調べよう。気になる。シリーは、あ、待った。ベルベデール。いやー、なんかもうねえ、ちょっとへ、まあ、まあ平和じゃないけど、とりあえずねえ、何、チーズフォンデュでねえ、巫女の胸のお話だとか、インデックスが私太ってないと言って、なんかメジャーがないっていうのをこう抱きついてるトーマをこう黒子と巫女が発見して、渾身のストレートをね、かまされて、不幸だーって逃げるところとかはすっげえ笑えたのに、まあ、そっからオリアナの、まあ、また探索からまさか姫神がこんなことになるとはね。で、途中でなんかステイルが電話してた、オルソラとシェリーってどういう関係性？ちょっとシェリーいつ出てきたっけ？シェリーって一期の21話か。ああ、そうか。何だっけ、風切り、評価の時にか出てきたのは。意外とシェリーってあっさりやられたような。もはやシェリーのちょっと、何、記憶がほぼないな。確かシェリーはなんか、ゴーレムを操ってたんかな。これがなんでオルサラと、あれ、シェリーもネセサリーでしたっけ？ちょっともうそのレベルやな。まあまあ、その辺はまた置いときます、一旦。いやー、姫神、ちょっとこれ、でも姫神って不死身やったっけ？不死身やったっけ？ 不死身ではないのか。まあまあまあ、まあ、とりあえず助かったということでね、助かってるということで、まあよかったけど、オルソラな、オルソラちゃうわ。オルソラちゃうわ。オリアナや、何してくれたの、ほんまに。ちょっと名前似てんな。あの十字架、ちょっとね。あれが歩く、何だっけ、歩く教会。歩く、あれ？なんで姫神、ここ、ちょっと、これも覚えてないわ。歩く教会ってあるよね、インデックスの服のことやね。1話で粉々になった。一気1話で粉々になった。ここ姫は一度これ何だっけ？ちょっとそれが思い出されへんな。まあとりあえず助かってるってことやし、今、ステイルが、まさか君があって、あれインデックスの、何だっけ、あれ一期の相当前やね。このちゃぶ台になんかこの部屋を、
何も模倣模倣じゃないな、再現してかなんかやったので、あ、なんだっけあれが、あれなんだっけ、ちょっと時なんちょっとごめんなさい、ちょっと時間使わせてもらいます。あれ一気の何話やれ、結構前の方やったな、3話か、3話やね、ヨハネのペン3話のあれやな、あれは確か、なんかインデックスがあの別人みたいになる、あれがヨハネのペンか、あれの指示で確か小萌先生がいろいろ用意してなんか一緒にやったん違ったっけな、あかんな、ちょっとこの辺飛んでるな、はい、どうもすいません。はい、まあまあとりあえずあの姫神の無事と、あの次回ちょっと不器用性がなんか元気そうやったしね、ちょっと楽しみやけど、まさかね、次回予告で映ってた小萌先生の血まみれ何か思ったら、姫神が全身から血吹き出したとはね。はい、まあまあ、とある魔術のインデックス2、11話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、ここからは僕の自己紹介です。興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり、大道芸人であり、そしてメインは子供向けのパフォーマンスをやっております。で、普段やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてるんですけれども、現在コロナの影響により2年11ヶ月ほど仕事がほとんどない状況です。現在も48連休確定中の今日が4連休目となってます。貯金でなんとかやってるんですけどね。そんな中でいつの間にやら始めたアニメのリアクション、今日で1028日目ですね。おととしの8月18から2020年の4月頭ぐらいまで約1年5ヶ月分、推定2000本以上は、リアクションの動画ぶっ飛んだんですけれども、その悲劇を乗り越えてやってきております。ただ13年以上使ってきたこのチャンネル、パフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったがために、昨年の9月の14日に完全にパフォーマーとしてのチャンネルもう1個作って分けましたんで、ぜひね、自分の本職知っていただきたいと思いますんで、1個でもいいんでぜひ動画再生してください。URL は説明文にあります。で、毎日19時に1本だけ動画投稿してますんで、よろしくお願いします。で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジ大道芸人ハマーでした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。